今日はモテる人が当たり前にしていて、この動画をご覧になっている皆さんが全然していないことに関してのお話。こんにちは。神戸メンタルサービスの平です。今日も動画を見ていただきましてありがとうございます。今日はモテる人が当たり前にしていて、この動画をご覧になっている皆さんが全然していないことに関してのお話をしたいと思います。この動画の目的は、この動画を見ることないあなたになることですからね。皆さんにとってすぐ傷ついちゃいませんか？大好きな人が新しいピアスをつけたんだけど気に入ってくれないと、ネイルに行ってきたんだけど、昨日病院に行ってきたんだけど傷ついてくれないとか、すぐ傷ついてしまいませんか？他の人なら構わないんだけど、すごくあなたにとって大事な人は自分を特別に扱いしてほしいっていうふうに思うんですけども、傷つくことであなたは不機嫌になりません？そして不機嫌っていうのは、逆に考えていただきたいんだけど、あなたのパートナーが不機嫌、どうしたの？別に。いや、別にじゃないでしょ。どうしたのよ？別に。なんて態度を取られたら嫌な感じがしませんか？不機嫌っていうのは、相手がものすごくあなたを愛し憎い、そういうあなたの悪い態度です。もうあなたはイガグリさんやウニのようになってるわけですから、イガグリやウニをハグしたらプツ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 、もう大変なことになっちゃいますよね。で、あなたは言うわけですよ。こんな不機嫌な私にさせたのは誰でしょうか？クイズ。1番お前、2番あんた、3番お主、誰みたいなクイズになっちゃうわけですけど、彼はこんなクイズが大嫌い。モテる人っていうのは必ずニコ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 、なんか悪いことがしてる、まあやめてよ、上機嫌でいるんです。つまりあなたが不機嫌でいるとき、彼に伝わるメッセージは、あなたは私の喜びでも何でもないわ、あなたは私の闇ですって、彼の存在理由を否定してしまうことですよね。でもあなたが絶対彼を使って私は傷つかないし、私は彼との間で不機嫌にならないってもし決めるとすると、結構大変ですよ。すぐ私たちっていうのは傷ついてしまう。でもあなたが傷ついてる時、あなたは彼という存在理由をあなたにとってはより良くないものにしちゃってるわけです。そしてそのために我々はコミットメント、こういう専門用語を使います。決意する、決断する、パートナーっていうのは私の人生の喜びである。そして必ずパートナーを人間扱いしてほしいわけですよ。いや、人間扱いしてますけど。いいえ、してません。人間っていうのは必ず間違いを犯しますし、あなたと同じようにミスもチョンボもうっかりもします。でもその度にあなたがそれを責めないって決めることです。うちの奥さんはですね、まあ、その辺はすごく上手な人なんですよね。私はですね、忘れ物大魔王と言われるぐらい、小学校3年生の時に私はクラスの学級委員をやってたんですけれども、委員長さんでありながら2学期の忘れ物が38個でダントツ1位だったんです。2位が11個ぐらいですから、素晴らしいですよね。
まあこの前の2019年の暮れも最後の日に三井住友銀行に行ってキャッシュカードと通帳を挟んで ATM の上で忘れてしまいました、銀行営業日の1月6日には回収してまいりましたけれども、うちの奥さんが何か忘れ物があったんですけど何でしょうかって聞く、これないよそんなもの、通帳とカードがなかったわよ、はあ、その瞬間人って自分を責めますよね。でうちの奥さんは私を責める代わりに、でも偉かったわ、三菱の通帳とカードはあったわよ、えへ、しつけられてますよね。決してそんなことでは起こらないわけです。で皆さんもパートナーシップで偶像崇拝って言うんですけれども、神様のようにあなたを理想の人に祭り上げないでほしいわけです。もちろん彼はあなたのことを、彼女はあなたのことを愛してはいますけれども、ミスもポカもするんです。その失敗は罰ではなくて、あなたが彼に優しさ愛を与えてあげる必要があるんです。こんな話をするとですね、多くの人がこう言いますね、甘やかすことにならないかしら。じゃあ逆にあなたに聞きましょう、あなたの失敗やミスっていうのを彼から叱られた方がいいですか。多分もしあなたがパートナーを甘やかすことにならないかっていうことは、実は心理学では投影というんですけど、あなたが依存的なタイプなので、私が甘やかされてダメダメちゃんだから、彼にはしっかりしといてもらわないと困るのよ、彼もダメだったら2人がダメダメちゃん同士だったらどうすんのってなっちゃうことが多いんですよね。間違いなくあなたが彼に与えられることもあるし、彼があなたに与えられることもあるんですね。でもこれだけ覚えておいてほしいんです、あなたが彼にしたこと、そこでは必ずあなたに返ってくるんです。ですからあなたが彼を本当に愛して許してあげる度合いだけ、彼はあなたのことを本当に愛しやすくなります。男女関係が長続きするときに必ずとても大事なことはこれなんですね。お前ほど俺を愛してくれる人はいない、あなたほど私を分かって愛してくれる人はいないわ。それは最悪のときにあなたがもう最悪だなお前はって言ったか、味方になってかばってくれたか、その違いです。いいときなんかどうでもいいんですよ、最悪の時ほどあなたの出番です。あるカップルがですね、彼がバツイチだったんですね。そしてまあ結婚して2年目ぐらいの時、まあこの夫婦にはお子さんはいらっしゃらなかったんだけど、彼は2人お子さんがいらっしゃったんですね。そしてそのお子さんが24か5歳になった時に、ちょっとギャンブルでですね、200万近い、まあ、借金を作ってしまったんですね。でそのことでもう本当に首が回らなくなってしまい、10年ぶりにお父さんである彼に SOS を求めてきたんです。ただし彼も今そのお金がなかったんだけど、どうしても用立ててやりたかった。つまり父親らしいことを何もできない自分にどうかと思うんだけど、それをしたい。でも彼はお金がなかったので、奥さんであるまあ家計のお金を使いたいということを言い出せずに苦しんでいたんですね。そして彼がようやくその話をした時に、奥さんはちょっとこんなことを言ったんです。がっかりしたわ。彼はなんかすごく前の奥さんとの子供のことだからって思っちゃったら、なんでもっと早く言わないのよ、そんなお金を私がケチるとでも思っていたの、この瞬間に俺はもう一生こいつには頭が上がらない、
何があってもこのことだけで俺はこいつを一生愛し続けてやることができると言ってくれました。あなたのパートナーシップでも同じように、あなたのパートナーが最悪のことをやってくれることはあるんですよ。それを一生あなたが嫌味を言う女や男になるか、そこであなたの値打ちを上げるか、それはあなたが彼をどんなことがあっても愛する側として愛そうと思っているかどうかに関わるわけです。この動画を見ていただく皆さんなら、もう何度もお話ししていますが、愛されなかったから人は傷つくものじゃないんですね。あなたの愛を止めたことにより、あなたは傷つくんです。だってしょうがないでしょ、あいつがこんな悪いことをしたから私が愛さなくったってっていっぱい言い訳を言いたくなるぐらい、我々は自分が愛を止めたということに罪悪感を持ち、そしてこの自分が愛していないということを投影、彼や誰かに移し出して、あなたが私を愛してないのよって責めるんですね。あなたが人を愛していないと責めている時、同じ理由であなたはあの人たちを愛してこない、そこにあなたの罪悪感が入り込み、そこであなたが苦しんでるんですよ。全てにおける問題の解決は、あなたがもう一度愛を選択し、そして愛し合えない苦しみから愛し合える喜びにあなたの人生を変換するわけです。全ての苦しみはあなたが誰かと愛し合えない、あなたが愛を止めたところからスタートします。そして喜び、幸せというものはもう一度愛し合える、その関係性からなるんですよ。今日のお話役に立ちましたか？もしよかったらグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。こんにちは、いつも動画を見ていただいてありがとうございます。私どもはこの度8月1日から新しく恋愛心理学だけを見れるコースっていうのを作っちゃいました。まあ、私どもは恋愛心理学、心理学入門講座、そしてカウンセリング講座などのフリーパスのチケットは今までも発売しておりますが、恋愛心理学だけでいいのよというマニアな皆さんのための講座です。いつも動画で見ていただいている恋愛心理学を2時間バッチシ勉強する、それが月に4回以上見れる、4回は確実に保証します。ひょっとしたら5回いや6回見れちゃう月もあるかな。それを皆さんがZoomでオンラインで勉強できちゃうという講座ですね。4回以上見られて1ヶ月8800円これのフリーパス、そして万が一リアルな講座が見られなくったって1週間の見直し配信がついてますから、パスするなんていうことを見逃したっていうことはありませんよね。ぜひとも恋愛心理学フリーパス8月1日から新発売です。よろしくお願いします。こんにちは、今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス2万3100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス6万3800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを
勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。